実は私人見知りでございます。50になった元男子絵描きのココです。17歳のリュウくんも元気でーす。眩しい。今日のテーマはもしかしたらお前には言われたくねーよーって言われそうな、そんなテーマなんです。なぜなら私の視聴者さんで何人か職場の嫌がらせとか職場の目に悩んでる方がいるという事実を知ってしまった以上、もういても立ってもいられなくなって一本動画を作ろうと思いました。なので最後まで見てからで結構ですので、この動画がちょっとでも良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。私は今まで会社勤めをしたことがないので、もしかしたら何の参考にもならないかもしれないんですけれども、数々の人間関係は見てきました。いろいろな修羅場をくぐり抜けて早50年という感じなんですけれども、ということでこの手はどうかわからないです。ずるい人の見分け方とか意地悪な人の見分け方とかは今までも動画で何回も言ってきたんですけれども、今日なんでこの手が多いのかわからないんですけど、今日はその中でも職場の嫌がらせに対しての対処法とか、その人のちょっと心理的なこととか、あなたの思考法、職場で嫌がらせを今されてますっていうあなたのこの考え方の持っていき方とか、私なりにちょっと心を込めて伝えていきたいと思います。まず今日の私が伝える思考法を実践するにあたって、習得していただくにあたってお約束いただきたいことが2つあります。まずは嫌われる勇気を持ってください。私がやることを実践したらもしかしたら嫌われちゃうかもしれないって思うことが何個か出てくるんですけれども、もう嫌われていいっていう風に思ってやってみてください。あなた自身がもうこれ以上ストレスを抱えたくないって、快適に仕事をしたいと思ったら、まずは嫌われる勇気を持ってください。そしてもうこの動画を見終わったその時点でいい人をやめてみましょう。いい人っていうのはこの動画でもお伝えしましたけれども、都合のいい人です。はい、 A さんです。まだ見てないよっていう方はココアートチャンネル空白いい人で検索してみてください。都合のいい人を辞めるという勇気を持っていただいて、これからお話しすることを実践していただけると、何かしらの解決につながるんじゃないのかなって、いろいろな方法でアプローチして、なんとか今あなたがもう快適に仕事ができるように、なんとかあなたがあなたを助けてください。そのために私もちょっといろいろと思う、こうちょっと心の内側から黒い部分からいろいろお話ししていきたいと思います。まず職場で嫌がらせをされてる方ってこんな風に考えないですか？なんで私嫌がらせされるんだろうって、私何かしたかなって思ってるところがちょっとでもあったら、そこが都合のいい人からの脱却、もう嫌われる勇気、私には何にも落ち度がない、関係がないっていう風に思ってください。あなたは嫌がらせをされてるんです。あなたは被害者です。嫌がらせをしたりいじめをしてるのは加害者です。加害者と被害者っていう風な意識を持ってください。あなたは被害者です。だから加害者に嫌われようが加害者にどう思われようがいいんです。まずそれを持ってください。その上で、あなたに何かを決めつけてきたりとか、嫌がらせを言ってくる相手に対して、あなたには言われたくありません。このメンタルをまず持ってください。もしちょっと難しかったら、声に出して言ってください。その人の顔をちょっとで思い浮かべたくないと思うかもしれないけれども、ちょっと思い浮かべながら、ちょっと言ってください。ここからちょっとずつ、一つずつ階段を上がっていきましょう。一つ目は、その人の顔を浮かべて、あなたには言われたくありません。これをまず持ってください。ここからスタートです。それはちょっといくらなんでもきつくないですか？そこまではちょっとって思ってたとしたら、ちょっとこれ聞いてください。あのね、悪い人、その人加害者、悪人ですよ。悪人に対してあなたがいい人のまま、善人のままのマインドで立ち向かっても、あなたが確実に壊されます。これだけは言います。悪い人にあなたがいい人のマインドのままで立ち向かっても、あなたは絶対に確実に壊れます。私もかつてそうだった。なんでそうされたのかなって、そんなきついこと言えないって、意地悪なことに対してそれをよく、なんか意地悪な、ちょっと悪い人みたいなきつい言葉言えないっていう優しい人だったら特に思ってください。あなたにはそんなこと言われたくない。あなたに言われる筋合いはない。それをまず思ってください。いいですか？悪人に対して善人のマインドは全部捨てるんですよ。いい人のマインドは全部捨てる。いい人と思われなくていい。
とはいえここまで言ってもまだあなたのその壊れかけた心がまだちょっとこう固くなにこうクーッとなっているところを私は無理やりこうほどいていきたいんですけれども、あなたは優しいから私がここまで言ってもいやいやちょっとあの人もしかしたら分かってくれるかもしれないという淡い期待、そしてそんなこと言ったらかわいそうだからというあなたの愛情優しさ全く必要ありません。全部捨ててください。悪人に対しての愛情期待は一切持たないでください。持つだけ無駄ですから。あなたは今平穏な職場関係を壊されかけてるんです。あなたは妨害されてるんです。それを思ってください。愛情期待一切いりません。今あなたのマインドを作っていってるんですよ。いいですか。ちょっとずつでいいのでやってみてください。もう相手のことをどうでもいい虫けらというふうに思ってください。もう言葉が悪かったらもう謝っておきます。最初に謝っておきますけれども、ここは言わせてください。もういじめは犯罪です。はっきり言ってもう私もいじめの経験ありますよ。何度もひどい経験されました。この私が言います、いじめは犯罪です。そしてその犯罪が巻き起こるのは最初は小さないじめからなんですよ。そしてあなたをターゲットにしてあなたをどんどん壊していきます。相手は何とも思ってません、そのことを。だからこれだけは信じてください。相手はヘドロです。相手は虫けらです。相手はホコリ、チリ、ゴミです。だからその相手に対して愛情、期待、優しさ全く持たないでください。まずそのマインド持ってください。何度も言って申し訳ないけれども、相手のことをもうどうでもいい存在だという無関心というマインドをまず持ってください。そこまでできたらやっとこれからちょっと具体的な案をあなたに提案していきます。もしかしたら当てはまるとこ当てはまらないとこあるかもしれないんですけれども、いろいろお話しするうちで何か一つでもあなたが苦しさから解放されるヒントになったらいいなと思うので、もう重なるかもしれないし似たこと言うかもしれないけど、洗いざらい全部私の経験からお話ししていきます。まずはもうその人のことを最小限だけしか見ないんです。まあ仕事だからもう全く無視するって多分無理だと思います。同じ職場なので無理だと思うけれども、もう最小限の付き合いにしてください。業務上そこだけは接点がないといけないと思うところだけにしてください。もう最小限しか付き合わない、見ない、思い浮かべない、無視。このマインドで言ってください。これはなぜかというと最初のことにもつながるんですけれども、あなたを攻撃してくる相手にあなたの心とかあなたの優しさとかあなたの素の部分とかを少しでも見せたら相手はそこにつけ込んできます。相手はそういうところにつけ込んできます。だから最小限にしてください。相手のことを無関心な人だという風なマインドを持って、相手のことをもうその辺のヘドロもうゴミぐらいに思って、相手に無関心を決めて最小限の付き合い、もう一人の時には思い浮かべもしない、何もしないような形で言ってみてください。つまりあなたの感情を隠してしまうということです。職場はもう仕事をしに行ってる場所なので、そこであなたの感情を出す必要ないです。あなたの心をもう無にしてください。もう隠してください。なくせというわけではないです。あなたには大切な心があります。傷つく心がある、誰かに優しくしたい心がある、誰かを慰めたい心がある、愛情がある。だからあなたは傷ついてるんです。だからせめて職場でその攻撃してくる相手にだけはあなたの感情をひた隠しにしてください。見せないでください。そのための方法も今からお話ししていきます。もうねプライベートな話はもう一切しないでください。微塵も1ミリも全く職場でプライベートな話は一切しないでください。つけ込まれるので。でもここまで言うとじゃあ職場でちょっと萎縮してしまうのかなと思うんですけれども、職場での表情作りは表情は無表情で軽く微笑んで業務をするんです。わかります？この感じ、この感じ、この感じが一番感情を読み取られないんです。眉間にシワ寄せたりちょっと辛そうな顔をしてると相手は喜びますよ。意地悪な相手っていうのはあなたが苦痛な顔をしてること、あなたが悲しそうな顔をしてることがもう最大の餌になるんです。相手に餌を与えてはいけない。だから少し微笑んで何もなかったかのようなもう女優になってください。もう女優になりきる、もうちょっと軽く口角を上げて微笑んで無表情です。にって目から笑う必要ない。目はもう普通真顔、真顔の無表情でも口元だけ軽く微笑んでよ。何考えてるのって思うでしょ。何考えてるのの顔してください。その上でお前は使えないやつだなとか何かしらの嫌味を言ってきたら、お勉強させていただきます。これでいいです。もしそれが質問だったら質問で返してください。なんでこんなこともできないのって言われたら、なんでそんな風な言い方するんですか。さっきの真顔のままです。
何かを指摘されたらお勉強させていただきます。ここで言いそうになるけれども、ありがとうございますは言わないでくださいね。お勉強させていただきます、ありがとうございますって言いそうになるでしょう。言いそうになること言わない。お勉強させていただきます、またはお勉強になります。そして相手がこんなこともできないのって疑問形式で何か来たら、どうしてそういうことをおっしゃるんですか。その上でまた何か言ってきたら、お勉強になります。これでいいです。なんでこれをあなたに提案してるかというと、相手はあなたとの会話の中で上げ足を取る瞬間とか上げ足を取る場所を探してるんですよ。探ってるんです。あなたとの会話の中でこの人にどこか何かないかなと、もっとこの人を陥れるような、もっと苦しめるような、できれば会社から追放するような、なんかないかなって相手は探してるんですよ。だからそこを相手に与えないためにも、相手から何か言われたらお勉強になります、お勉強させていただきます、それだけでいいです。疑問できたら疑問で返す。なんでそんなことをおっしゃるんですか、どうしてそういうことを思うんですか、それだけでいいです。それ以上でもそれ以下もいらないです。それだけでいいです。相手に上げ足を取られる瞬間を減らすために、相手との接点、会話を極力減らしていってください。そのための先ほどの言葉です。それからやってほしいのは、決して相手のテリトリーには入らないということです。例えば相手のデスクがあったとしたら、そこには近づかない。相手の半径何メートルにこちらからは近づかないんです。それでも相手は近づいてきますけれども、あなたから相手の方には近づかない、相手のテリトリーには入らないようにしてください。それでも意外に接点があるんですよ。だから極力どうやったらあの人と距離を持てるかと、どうやったら無視ができるかと、どうやったら会話をしなくて済むかということを考えて行動してみてください。そして最初に嫌われる勇気を持ってください、いい人やめてくださいって言ったのは自己都合、自己中で言ってください。今のあなたに一番必要なのは自己中です。自分が帰りたい時に帰ってください。自分がお昼を食べたい時にお昼に行ってください。自分がトイレに行きたい時に行ってください。そこで呼び止められても無視して行ってください。相手に合わせないでください。微塵も誰にも合わせない。誰にも合わせないでください。あなたの都合で、あなたが動きたい時にあなたは動いてください。あなたが帰りたい時にあなたは帰る。あなたが食べたい時に食べる。あなたが飲みたい時に飲む。自分の感覚に忠実に、自分の都合で、自己中で物事を進めてください。いいですか？あなたの人生の主導権はあなたなんです。あなたが嫌がらせをされて今苦しんでる状況というのは、相手に侵されているという状況が作り上げられてるんです。それは相手にあなたの人生の主導権を握られてます。それが嫌がらせなんです。その主導権をあなたが握るんです。あなたの人生はあなたのものなんです。あなたの時間はあなたのものなんです。相手によって奪われたりとか、相手に侵害されたりとか、相手にとってあなたが苦痛を与えられるような筋合いはもう微塵もないんです。そのための自己中なんです。だから聞く人によったら、それって身勝手じゃないですかって、そんなことできませんっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、ここは心を鬼にして、あなたはあなたのために動いてください。これは非難です。そしてその上で、それでもダメだったら、もう叱るべきところに相談してください。法テラスとか公共的な相談するところがあります。そしてもしあなたの心が今もう本当に壊れそうだったら、もうありとあらゆる相談できるところを下の説明欄に貼ってあるので、とにかく自分の心がもう今日言ったことするような余裕もないぐらい心が折れそうになってたら、まずはいろいろなところに相談して自分の悩みを聞いてもらってください。そしてそれでもパワハラとか職場での嫌がらせが収まらないんであれば、もうそれは証拠を集めたりとか、録音、録画、メモでもいいです。何でもいいので証拠を集めて、叱るべきところに相談してください。叱るべきところに相談するまで行くと、もうかなりのかなりで末期なんですけれども、もしそこまで行ってなければ、今日のこの行動をしていただけると、少しずつあなたへの嫌がらせっていうのが減ってくるんじゃないのかなと思うんです。もちろん十分ではないと思います。私が今までいじめをされたりとか嫌がらせをされた経験をもとに、私の経験からいろいろお話ししたので、会う人会わない人いると思うんですけれども、もうこれだけは分かってください。さっきも言って、何回も言って申し訳ないけれども、あなたの命はあなたのものなんです。あなたの人生はあなたのものなんです。あなたがそうやって嫌がらせを受けたりとか、泣いたり苦しんだりとか悩んでる間にも、時間は過ぎていってるんです。あっという間に1年2年5年10年経ってしまいます。そんな人のために、そんな最低な人のために、あなたの大切な時間を奪われていいんでしょうか。いいわけないですよね。あなたの命はあなたのものです。
あなたを守れるのはあなただけなんです。私も歯がゆいです。こうやって動画であなたにメッセージを送ることしかできない。直接何かをしてあげることもできないし、あなたの職場に行ってこの人のいじめやめてあげてって、なんでこの人がそんなことをされなくちゃいけないのって今すぐ言ってあげたいけれども、それもできない。だからこの動画でなんとかあなたがあなたを守られる方法のヒントを探ってほしいなって、今回のこの一回の動画でなんとかなるなんて私も思ってないので、今までにも意地悪な人への対処法、そしてずるい人の見分け方、いろいろメンタル動画も出してるので、それも合わせてご覧ください。意地悪な人、嫌がらせをするっていう人は一切変わりません。息をするように嫌がらせをし続けます。だからあなたが変わるしかないんです。どういう風に変わればいいのか、自分を守る風に変わっていただきたいんです。マインドを変えていただきたいんです。自分のために動いてください。自分の命を守る策を今すぐ取ってください。そして動いてください。証拠集めをしてください。相談できるところがあったら相談をしてください。一番ダメなのはこの状況をダラダラと放置するっていうことです。あなたが知らない間にあなたの心は壊れてます。もうこれ以上あなたの心を壊されないために今すぐ動いてください。なんだかちょっと支離滅裂な内容になって、ちょっと感情も入ったところもありますけれども、この動画がちょっとでも良かったっていう方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてベルボタンの設定、すべて受け取るもお忘れないようにして、次の動画もご覧ください。最後までご覧いただいてありがとうございました。どうぞ心お元気でいらしてください。それではまた。チャンネル、ちょっとお願い申し訳ございません。私の初期の画集を復刊させよう運動をやっておりまして、もうどちらも絶版になってしまって、もうね、昔の絵柄ですごく恥ずかしいんですけれども、持ってらっしゃらない方がなんかね、ヤフオクとかで高額で買うっていう風なことを聞いて、それはいけないと思いまして、下の説明欄に復刊 .com のアドレス貼っているので、そこから復刊 .com に行って、清き一票と熱いメッセージよろしくお願いします。